今日はですね、はい、いつも作業着で作業してると思うんですけど、はい、職人さん、はいはい、作業着で私服のコーディネートをしてみようと思います。私服を、私服、作業着、私服、結構作業着ちょっとおしゃれじゃないですか。結構このデニムのやつおしゃれじゃないですか。でも俺は全然バリバリ作業着でも作業着って感じる。まあでもなんか私服でも、はい、私服でコーディネートしてみようかなと思って、うん、ワークマンって知ってますか？ワークマン知ってますよ。手袋買いに行きますよ。お得意様、うん、あ、そうなんですか、うん、手袋限定ね。いや、最近なんか俺も軍手です最近ワークマン女子とか流行ってて、はい、ワークマンの服を私服で着るっていうのが本当にすごい流行ってるんですよ。はい、できる？無理無理なんじゃない？いや結構すごいよ、本当ワークマンの作業着って結構いかついのいっぱいあるでしょうね。舐めとったらね、もうこんなのニッカポッカみたいな。もしかしたら今日すれ違ったあの人の上着が、はい、実はワークマンかもしれないです。はい、マジっすか？マジです。じゃあその私服っすね。じゃあ作業着で、作業着で私服、しかも1万円で、1万円で、1万円でコーデしてみようかなって思います。じゃあいきますか。いきましょ う、はい、レッツゴ ー、 ゴーレッツゴー。これこれこれ、ちょ、これこれマジ当ててください。一回かっこいいけど、なんかかっこいいですか？ちなみにいくらですか？1900円。めちゃくちゃ安い。安いこれおすすめですか？こっちだと2900円。あ、デニム柄ならちょっと高い。そういうのミッチ着たらいいじゃないですか。なんとも言えんすね嫌いなタイプの。これ良くないですか？これマジですか？着てみましょうよ。ちょっと不安になってきた先がちょっと不安になってきた。 いいんじゃないですか。これにちょっと候補で。わあ、それなんかおしゃれな人が着る色だ。この色、え、かっこいいよね。うん、え、かっこいい。似合うよ、似合うよ。あの外国の映画に出てくる工事現場の人みたいな。あ、アルマゲドンっぽい。タイトな感じがいいです、僕。あの、じゃあ CT 言うなら、CT。はい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 。はい、はい、買ってきました、ドン。いや、買ってきました。結構あるからね、これ、はい、ちょっとびっくりしたっすね。安いし本当に安いです。安い。あの種類がめちゃくちゃある、はい、豊富だね。ミッチーはあれですね、あのピチッとした服が好き。そうピチッと、もうなんもすごい抵抗あるみたいで、そうダボっとするの嫌なんですよ。 M サイズないの？ M サイズないの？では見てみましょうか、中を。中見て、はい、はい、見ましょう、はい、見ましょう、はい、お安いな。ズボンでいくら？1900円。これちょっと細身の、うん、黒の普通のズボンです、本当に、うんうん、で、あとこれアウター、今回のコーディネートのメインのアウターですね。アウター2着買ったんですけど、はい、1個が真っ白。これ真っ白かっこいいよね。これめっちゃかっこよくないですか？これしかもちょっとでかいんですよね、うん、サイズ感が。そう、このそれがいいよね、ごわってした感じ。それが抵抗あったけど僕はそれが抵抗あったけど、ね、結構これ本当に中綿もちゃんと入ってて、うん、結構ちゃんとモコモコしてるんですよ、本当に。してますね。もうスキーウェアみたいな感じで、中はなんかちょっとメッシュっぽくって、この色がまあ、はい、気に入ったみたいで、真っ白だね、なかなかないよね。本当にかっこいいなと思います、うん、リリー氏のお気に入りですよ、はい、はい、これかっこいいですよ、またちょっとジャンルが違うんですよね。これもかっこいいです、赤ですね、赤。ノースペースっぽいですもんね。うん、ノースペース風。あー、わかるわかる。ノースペースだと本当に街で4万とかするじゃないですか。します、ね、これ、なんと4900円、10分の1。安い。こんな感じですね、はい、かっこいい。後ろもね、なんかかっこいいんじゃないですか。かっこいいよね、うん、フードもここが真ん中の部分が黒くていい赤ですね、本当に。これ真っ赤っかの派手な赤じゃないもんね。これも一応ちょっと綿入ってますね、うん、中綿で。薄いね、でも薄い。薄いよ、こっちの方がモコモコ感はありますけど。こっちかっこいいなと思うんです、ほんと。どっちかって言ったら、あ、僕まあサイズ的にどっちもなしだなこういうのやっぱりダボって着るのがいいんすか？大きく着るのがかっこいいんですよ。ちょっと勉強になります。勉強になります、はい、先生。着てみよう。はい、着てみましょうか。着てみましょう。お着替えタイムスタート。着てみました。上手でも着れるね。全然いけますね。ちょっとちっちゃいんかな。ちっちゃい、絶対。でも結構だいぶ多分これデカめ。デカいですよね。うん、え、かっこいい。私だったらもう少し1個下のサイズ買うと思います、自分用だったら、ね、やっぱりそうっすよね。まあでも寺道さんが着るんだったらこれでちょうどいいと思います、うん、本当に白も着れます？はい。さあ、これ激推しのね、リリーちゃん激推しのシーン。でもこれ、もうこれ本当にちょっとビジネスマンみたいになってる。いいですね、これいいですね。いいね、なんかちょっと変なものだけど後ろにどこから来たの、どこから来たのめっちゃダサいですね
丸の内の丸々会社の、一応営業やってます今。絶対違うっつって書類がちょっとたくさんあるんですよ、ちょっと書類がちょっとたくさんあるんです何がこれ裾がキュッてなるようになってます、うん、こっち裾が広がる系じゃないですか、うんうんうん、サイズいいんじゃないですか、めちゃくちゃこれ多分サイズいい感じですぴったり、ぴったり私そうだはい、いい感じですいいいいいい着替えができたみたいですね、呼んでみましょうか、呼んでみましょう、寺西くんお待たせ気持ち悪いお待たせポージングあれかっこいいぐらいですかこれ服は超いい感じですね服はいいはいぴったりだもんなんかちょっとオーバーサイズでちょっと大きいんじゃない上そういうやつそうオーバーサイズがいいんですよあーそうですね、はい、でもオーバーサイズのなんかこのなんか股が見えん感じねそういやまた見えた方がいいもんねやっぱまた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 作業着っていうのは分からんね全然分かんないですパッと後ろから歩いてたらなんかあー中学生ぐらいで、ちょっとお金持ってない子悪いとんなーってそれ前だよねあ、すいませんもうスペースみたいだなあ、はいはいすいませんすいませんズボンもほら、ピチッとしてピチッとしてるねうんこれで濡れそうですかいや、これもったいないね、これ多分塗ったらあそういう感じであそういうことですすごいそうまたやむけんすこっそれっちが効いてるでしょはいまあでもね、わからんね、本当にね、うん、本当気に入りました、僕気に入った、うんはい、よく似合ってますありがとうございました、はい、じゃあ今日はね、ここら辺でね、はい、動画締めていきたいと思いますんでみちズボン貸してあげるみちズボン貸してあげる嫌だよ、なんか人のあってやめるあ、締めるそうですね、もう終わりましょうか締めようかまた見てまた見てねいや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 みちはいよはいなんか変なラッパーみたいなのこれだこれだこれでくるよ俺がミッチビッチ終わり終わりごまかしたごまかしたこれいいねどうかっこいい本当に作業着に見えないですよ本当にいや、まあ、もっとでかくてもね、うん、もうちょっとでかくてもう、うん、もうちょっともこってしててもかっこいいかなと思いますマジっすかマジです後ろは後ろっすはいあ、シンプルシンプルかっこいいシンプルねうんどこが気に入ってるんですかこれは気に入ってるんですねパンツすごい足が細く見えますねこのズボンいや僕もともと細いんですよああもともと細いのがさらに細く見えますスポッツ細く見えるんでうんあとこれ M だったらね最高最高動きやすいですか動きやすいですねそれで足場できそうですか全然できるですねあボクシングもできるし足場もいけます足場もできるしボクシングもできるみたいなさすが作業着ですねポケットでかいなんでも入るんですか。なんでも入る。夢と希望。あーおーおーおー。だいぶおしゃれじゃないですか。おしゃれ。作業着としてもやっぱり使えるあったかいし動きやすいし。暑いぐらい本当に。暑いぐらいみたいです室内では。やっぱ作業着だもんね。性能がいいんですよ。うん、あ、強いみたいなそうそうそう、うん、生地もしっかりしてるしそうしっかりしてそうですもんね、うん、これとか外だからねうんやっぱハードに使える、うん、破れにくそう本当に何やってもああまあ今日は、はい、ワークマンの服で私服コーディネート、ねはい、って感じでしたけど本当にこれ私服でも使えると思うんで、うん、使える使える、はい、お二人さん使ってくれますかこの使います使います僕はいいと思ういいと思うありがとうございます選んだ甲斐がありましたあらはいじゃあチャンネル登録と、はい、いいね。ザッ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 また見てねー。